この動画ではアプリで使えるようにするための設定とアプリの利用方法を説明させていただきます。初期設定をご説明します。 iPhone の場合、 App Store でホームアプリピープルを検索、インストールします。インストールが終わったら App Store で開くをタップするか、ホーム画面に戻りホームアプリピープルを起動します。続いて Android の場合は Google Play Store でホームアプリピープルを検索、インストールします。インストールが終わったら Google Play Store 上で開くをタップするか、ホーム画面に戻りホームアプリピープルを起動します。ホームアプリピープルを起動するとログイン画面が表示されます。ログイン ID とサーバーアドレスを入力し、次へボタンをタップします。パスワードを入力し、ログインボタンをタップします。ホームアプリピープルにログイン後、パスコード画面が表示されます。任意のパスコードを入力し、設定ボタンをタップします。設定が完了するとログインできます。個人電話帳で誰とも共有しない自分だけの連絡先を管理できます。電話帳タブの個人タブをタップし、画面右上の編集ボタンをタップすると編集画面が表示されますので、追加ボタンをタップし新規フォルダを作成します。名刺機能で名刺を撮影するだけで電話帳へ連絡先を登録できます。名刺タブより名刺撮影画面を表示し、電話帳を選択ボタンをタップ。名刺画像をアップロードしたい電話帳を選択します。名刺撮影画面に保存先フォルダが表示されていることを確認し、カメラアイコンをタップします。画面に表示されるフレーム内に名刺が収まるようにして撮影ボタンをタップします。画面右下の確認をタップして撮影した画像を確認します。問題なければアップロードボタンをタップすれば完了です。 iPhone での端末の連絡先のアップロード方法です。アップロードタブより電話帳アップロード画面を開き、電話帳を選択ボタンをタップします。名刺画像をアップロードしたい電話帳を選択し、電話帳アップロードボタンをタップすると、アップロード確認のポップアップが表示されますので、 OK ボタンをタップすれば完了です。 Android での端末の連絡先のアップロード方法です。アップロードタブより電話帳アップロード画面を開き、電話帳を選択ボタンをタップします。名刺画像をアップロードしたい電話帳を選択し、電話帳アップロードボタンをタップすると、アップロード確認のポップアップが表示されますので、 OK ボタンをタップすれば完了です。ホームアプリピープルの検索は探したい人の氏名だけでなく、担当業務をはじめ人のいろいろな属性で検索することができます。相手の電話番号をタップすると、発信方法として直接発信が表示されます。タップすると確認がポップアップされるので発信をタップします。その後電話アプリから発信されます。トーク機能でユーザー間でメッセージのやり取りができます。トーク機能利用ユーザーにはトークアイコンが表示されます。タップし相手とメッセージのやり取りができます。トークタブをタップすると
トーク一覧画面に遷移します。メッセージを入力して送信ボタンをタップします。まず最初に iPhone のスマート PBX 連携設定についてご説明します。アプリの設定より電話帳サービスを利用のスイッチをオンにし、電話帳サービス設定画面にて本アプリピープルを選択。本アプリピープルのアカウント情報を入力し、画面上部の保存をタップします。次に Android のスマート PBX 連携設定についてご説明します。アプリの設定より電話帳サービスを利用にチェックを入れ、電話帳サービス設定画面にて本アプリピープルを選択。本アプリピープルのアカウント情報を入力し保存をタップします。本アプリピープルからスマート PBX にて電話をかけることができます。本アプリピープルの発信設定でスマート PBX のチェックをオンにし、電話帳または発着履歴情報から相手を指定し、発信先でスマート PBX 発信を指定すると、スマート PBX アプリに自動的に切り替わります。ビジネスナンバーを利用することによって、発信先相手には050番号が表示されます。本アプリピープルから電話帳または発着履歴情報から相手を指定し、発信先でビジネスナンバー発信を指定すると003543を自動で付与し発信することができます。